今週も5連勤お疲れ様でした。今日満員電車に乗ったんですけど、若い女の人がスマホで Vlog の編集をしてて、なんか勝手に親近感を持ちました。料理の映像の編集をしてて、やっぱり東京は Vlog を撮ってる人が多いなって思いました。スマホ一つで撮れるんで、どんどん Vlog を撮る人が増えてくれると嬉しいです。僕は大学生の頃から Vlog を見るのが好きで、もう何年もいろんな Vlog を見てますね。この人はこういう生活をしてるんだっていうのを覗き見してるみたいで結構楽しいです。よかったら皆さんもぜひ Vlog 撮って僕に見せてください。お願いします。
7907円です。